クルスク攻撃でロシア兵3000人を孤立させたウクライナ軍、さらにベルゴロド方面にも展開。ロンドン発。ウクライナ戦争は新たな段階に突入し、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領の指揮のもと、ウクライナ軍はロシア西部クルスク州への攻撃を開始した。この動きにより、両軍は熾烈な攻防を展開している。ロシア軍は一方で、ウクライナ東部ドネツク州の都市ポクロフスクに迫っている状況だ。ウクライナ中部の都市クリビーリフで取材をしていた筆者が滞在していたオーロラホテルは、8月26日の夜、ロシア軍の空爆により被害を受けた。このホテルは、国際支援団体の拠点としても利用されていたため、多くの人々に衝撃を与えた。さらに、筆者が頻繁に利用していたジョージア料理のレストランやマクドナルドも攻撃によって損害を受けた。同日、ウクライナ軍が西側から供与された米製の多用途戦闘機 F-16 がロシア軍のミサイルと自爆ドローンを迎撃中に墜落する事件が発生した。この出来事により、ゼレンスキー大統領はミコラ・オレシチュク空軍司令官を4日後に解任した。報道によれば、ウクライナの防衛システムが誤って F-16 を撃墜した可能性が取り沙汰されている。ウクライナで戦闘外相救護を指導し、戦況を観察している元米軍兵士マーク・ロペス氏へのインタビューを行った。ロペス氏は1974年から30年間米陸軍に勤務し、イラクやアフガニスタンで従軍した経験を持つ。2014年からはウクライナ軍の支援に従事し、現在も現地で活動を続けている。クルスク州侵攻作戦におけるウクライナ軍の優勢。インタビューではロペス氏にウクライナ軍のクルスク州侵攻について意見を求めた。彼によれば、当初この作戦は国境周辺からロシア軍を押し出すための防衛的な目的で開始された。初期のウクライナ軍の部隊は約2000人で、軽装甲車と防空装備を備えていたが、ロシア軍がこの地域を防衛しないと確認すると、ウクライナ軍はさらなる兵力を投入した。その結果、8月31日時点で約2万人のウクライナ兵がクルスク州に展開し、約 40km の範囲を占領している。彼らは小さな村や物流拠点、弾薬庫、ロシア軍の司令部などを次々と制圧しているという。また、ウクライナ軍は戦術空軍を用いた攻撃を展開し、ロシア軍の兵士約3000人を包囲した。この攻撃により、ロシア軍の士気は低下し、多くの捕虜が出た。ロペス氏によれば、クルスク州侵攻作戦は戦術的に成功しており、ウクライナ軍は現在も優位に立っている。また、ウクライナ軍は、クルスク州だけでなく、さらに国境を越えて、ベルゴロド方面にも侵攻を進めているという。ロシアの世界第二の軍事力という神話は崩壊した。ウクライナにとって今後の動向は非常に重要な賭けになります。ゼレンスキー大統領の意図はどう読み取れますか？ロペス。ウクライナの北東部に位置するハルキウ市へのロシアによる滑空爆弾 FAB 攻撃を止めるために、ウクライナ軍はロシア領内にある戦術航空部隊や長距離爆撃機、後方の兵站拠点を攻撃する必要がありました。しかし、米国とドイツはウクライナに提供した長距離兵器をロシア領内の目標に使用することを許可しませんでした。ゼレンスキー大統領はそのような状況に対して明確な命令を出しました。それは国境を越えてロシアの戦略的目標を攻撃せよというものでした。さらにロシア領内に戦術的な基地を築けとも指示を出しました。この戦略は西側諸国には事前に伝えられておらず、結果としてロシア軍に大きな打撃を与える統合的な作戦となったのです。
米国ではカマラ・ハリス副大統領民主党とドナルド・トランプ前大統領共和党が次期大統領候補として挙げられていますが、どちらが大統領になっても年内にウクライナ戦争の和平交渉が始まる可能性はあるのでしょうか。ロペス。ウクライナのロシア侵攻が順調に進み、ロシア領内でウクライナ軍が作戦を継続している限り、和平交渉は難しいと考えられます。しかし、ウクライナ軍がさらにロシアの領土を奪ったり、ロシア兵を大量に捕虜にしたりする状況が生まれれば、和平交渉に進展する可能性は否定できません。米国とドイツはロシア領内への攻撃をめぐる問題で、ゼレンスキー大統領と距離を置いているように見えますが、どう見ていますか？ロペス。米国とドイツは戦争のエスカレーション、拡大や核戦争への進展を防ぐためのエスカレーションカードを持ち続けている状況です。しかしこれは誤った無駄な議論に過ぎないと考えます。ウラジーミル・プーチン大統領が最も恐れているのは、ウクライナがその軍事力を発揮することです。これによりロシアが世界第二の軍事力というイメージは崩れ去りました。米国とドイツはロシアがもはや優位に立っていないことを認識する必要があります。戦争がエスカレーションする可能性に対する懸念は、日を追うごとに説得力を失っています。米国とドイツは戦争の進行とそのペースをコントロールしようとしていますが、どちらの国も実際にはウクライナに軍隊を展開していません。現在ではウクライナ軍が戦争のペースを支配しています。ロシア領内への攻撃を強化するためにさらに多くの兵器が生産されています。したがって戦争のエスカレーションに対する懸念はこの戦争において現実味を失ってきています。ゼレンスキー大統領の目標は国境に非武装地帯を設けること。ゼレンスキー大統領の目指す目標は何ですか？また、プーチン大統領の目標についてはどう考えていますか？ロペス。ゼレンスキー大統領の最優先目標は、ウクライナの国境を守り、国内に侵入しているロシア軍を完全に撃退することです。そして、和平交渉を開始する前に、ウクライナとロシアの国境に沿って非武装地帯を設けることを目指しています。一方、プーチン大統領は約3年にわたって戦い続け、多くの犠牲を払ってきました。彼は戦争で勝利を収めたいと考えていますが、現在、クルスクやベルゴロドといった地域では、ロシア軍が重大な打撃を受けています。この戦争がいつ終わると予測していますか？ロペス。私の希望としては、2025年の終わりまでには戦争が収束することです。ウクライナ軍は大規模な反攻に向けて準備を整えているようですが、その可能性はどう見ていますか？ロペス。ウクライナ軍がクルスクやベルゴロド方面でロシア軍を破ることができれば、次の目標としてクリミア方面への攻撃を継続する可能性が高まります。ウクライナ軍の現状についてはどのように見ていますか？ロペス。ウクライナ陸軍は現在非常に強力です。しかし人的資源、つまり兵員の数が常に問題となっています。もう一つ懸念されるのは全体の補給体制、特に戦略的な攻撃軸に沿ったロジスティックトレイン、兵站支援システムです。前線の部隊には適切な訓練を受けた兵士や対戦車兵器、防空兵器などの装備が引き続き必要です。私はこれまでも領土防衛隊にも前線の主要部隊と同等の装備と配備が必要だと主張してきました。来年、ゼレンスキー大統領にとって大きな勝機が訪れる可能性はあると思いますか？ロペス。ウクライナの勝利は追加の部隊を動員し、最新の兵器システムを配備し、ロシア領内への深部攻撃を行う能力にかかっています。ゼレンスキー大統領の勝利のための計画についてどう考えていますか？その実現可能性はありますか？ロペス。
ゼレンスキー大統領の計画は戦争を支えるロシアのインフラを破壊し、ロシアとベラルーシの国境沿いに非武装地帯を作ること、そしてウクライナ領内にいるすべての敵軍を捕獲または壊滅することです。この計画は実現可能ですが、西側諸国の支援が不可欠です。もしその支援が不足する場合、計画を達成するにはさらに多くの時間が必要になるでしょう。ウクライナの顔の一人、クレバ外相が辞任、冬を前に政府刷新へ。ウクライナのクレバ外相が9月4日辞表を提出した。ゼレンスキー大統領の政府刷新方針を受けて辞任を表明した閣僚の中では最重要の閣僚となる。ゼレンスキー氏はロシアによる侵攻が2年半に及び、東部で厳しい戦いを強いられる中、冬季を前に政府の体制を立て直す必要があると判断した。ゼレンスキー氏は秋は極めて重要となると指摘し、政府を強化する必要があると主張。副首相、司法相ら4人が辞任し、大統領府副長官が更迭された。クレバ外相はロシアによる侵攻開始後、ゼレンスキー氏に次ぐウクライナの顔といえる存在で、流暢な英語で世界の指導者に政治的、軍事的支援を訴えてきた。ゼレンスキー氏は後任の外相を4日中に指名する見通し。シビハ第一外務副大臣が候補の一人に上がっている。ロシア大統領府のペスコフ報道官は、ウクライナの閣僚が交代しても和平交渉には影響しないと述べた。タス通信が4日伝えた。